フーゴフォン・ゼイリガーは、ドイツの天文学者である。宇宙の無限の大きさと重力に関する、ゼイリガーのパラドックスで知られる。フーゴフォン・ゼイリガーは、1849年に、オーストリア領、シュレイジエンのビャワで裕福な家庭に生まれた。ゼイリガーは、チェシンの高校を卒業後に、ハイデルベルク大学で学び、ついでライプチヒ大学で、カール・ブルーンスの下で、 天文学の博士号を取得した。その後、フリードリヒビルヘルム・ワルゲランダーの助手として1877年まで、ボン大学天文台に勤務した。その間の1874年には、金星の太陽面通過観測のため、オークランド諸島に赴き、ドイツの観測隊を指揮した。1881年には、豪太天文台の所長に就任。1882年には、 ミュンヘン大学の教授に就任するとともに、同大学の天文内所長に就任し、75歳で他界するまでその任にあった。1882年に、ドイツ自然科学、アカデミーレオポルディーナの会員に選出。1892年には、王立天文学会の巡会員に選出された。また、1897年から1921年にかけては、 ドイツ天文学会の会長を務めた。また、彼は、生涯に、数々の栄誉や賞を授与された。1887年に、土星の間の明るさの変化を報告し、これは、昇降下の先駆的研究とされている。また、凡奏天成表の制作に貢献した。宇宙が一応かつ無限であれば、宇宙の無限の数の星からの重力の総和も無限にならなければならないが、 現実はそうなっていないとして、アイザック・ニュートンの万有引力の法則を修正することを提案した。このパラドックスは彼の名をとって税理側のパラドックスと呼ばれる。ありがとうございます。